日本国大君、または日本大君は日本の江戸時代に対外的に用いられた正遺大将軍の外交称号。江戸幕府が外交文書において使用し、はじめは朝鮮との間で用いられ、後に琉球やヨーロッパ諸国との外交関係でも用いられた。略称は大君。幕府の長である正遺大将軍、略して将軍は、 自義的には単なる軍事司令官の称号に過ぎないことは江戸幕府としても十分承知していた。そのため外交において日本を代表する存在として認められる称号を用いる必要があった。大君の語は駅境に由来し大君名あり、国を開き家を受けたまわりく、武人大君となる、地ありて望む大君のよろしなりなどと見えるもので、いずれも天使を指す。 また、英語やドイツ語などで、実力者や大物を意味する大空運が、中国の明朝から作法を受けて、日本国王となり、外交文書においては、国王号が使用されていた。足利義満は、最初、正衣大将軍を名乗ったが、民より、外交相手として認めてもらえなかった経験による、ものであるが、日本国王は、中華王朝との相続関係を意味する項であり、朝廷からは、 他国より王爵を得たという批判を受けた。江戸時代には、豊臣秀吉の朝鮮出兵で断絶していた日朝、日民関係の国交修復が試みられ、二大将軍、徳川秀忠の時代には、津島の宗氏を仲介に、李氏朝鮮との交渉が行われる。当時、将軍は、日本国源の秀忠という肩書を使用しない、署名を用いており、 朝鮮に送る国書もこの形式が取られた。しかし、朝鮮との貿易に依存していた総氏は独断で、国書を偽造し、国書の署名を日本国王として貿易の開始を取り付けた。後に送られる国書も偽造と改ざんを続けたが、官営10年に事態が発覚する。これを機に、幕府は朝鮮に対し、大君号と日本言語の使用を伝え、 1636年来日の朝鮮通信使から正式に使用される。六代将軍、徳川家信の時、聖徳の地と呼ばれる改革を主導した荒井白石は多額の経費を要した通信使の待遇簡略化に取り組み、白石は大君が朝鮮では王子の着手を意味する称号であるとして、朝鮮国王との釣り合いを取るため、編書に記される日本国大君を、 日本国王に変更した。しかしこれには反対意見もあり、八大将軍、徳川吉宗時代に、再び、大君号に改められる。日米和親条約締結以降は、欧米諸国に対応するために、条約の和文などにおいて、日本大君、帝国日本大君、帝国大日本大君などが用いられ、1868年、天皇が外交権を摂取するまで続いた。 もっとも、太君に対応する西欧語は、一定せず、とりわけ初期には、天皇と将軍の関係が知られていなかったこともあり、中国の皇帝を指す場合と同様の、尊厳なる君主の意味のオーガストソブリニや一般に、皇帝を意味する、エンペラー、カイザー、アンプロールが用いられていたが、後に天皇と将軍の関係が知られるようになると、太君の翻訳たる体、コーンもしくは太君、太公園や、 タイ君の直訳であるグランドスービロンが用いられるようになった。また、幕末の幕政改革においては、青州らにより議会政治を取り入れ、タイ君を原守とする国家体制も構想された。明治以降はタイ君が天皇の非公式な損傷の一つとして使われることになる。ありがとうございます。